前回のあらすじ。ヨウムを、やった。やったの意味が違うさて、これで学校は無事に守れたんだぜ。案外あっけなかったね。さあもう一勝負だ。は、何言ってんだお前。だって2回勝負でしょ、ならもう一度戦うの当然でしょ。2回っていうのは私たちに対するハンデだろ。なんでお前がハンデもらうことになってんだよ。はっきり言います。このまま帰ったら私はクビなんです。なので戦ってください。丁重にお断りします。そごう何度かー。ねえねえマリサ、いい考えがあるんだけど。なんだ。ごにょごにょごにょ、ごにょ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 、ごにょ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 。なるほど、いいアドバイス感謝するぜ。いえいえ、どういたしまして。ヨウムくんとか言ったね。は、はい。クビになったらさぞ生活が苦しくなるだろうね。は、はい。新しい就職先も見つけるの大変だぞー。そうなんです。そこで提案だ。なんでしょう。もう一試合やってやる。ほんとですか。だが条件がある。なんでしょう。負けたら300万よこせ。嫌ですよ。ならクビになって公園での生活を楽しむかい。だって300万なんて大金持ってないし。ヨウムくん、君は可愛い顔してるし、すぐ稼げるさ。でも。では2戦目、スタートです。ちょっと待ってー。それでは買って300万ゲットしちゃいましょう。ちょっと待て、なんで真っピンクなんだよ。今回は外悪プラスピンクポケモンで行こうかと思って。お前は勝ってるよな、負けたら学校なくなるんだぞ。さあ、対戦やっていきましょう。おい。ヨウムのパーティーは、リザードン、闇カラス、月光が、トゲキッス、鉄火民、フライゴンだね。選出どうするんだ。とりあえずリザードン対策にママンボウは連れていこうかな。だがリザードン以外に役目あるか。結構あるんじゃないかな？物理型多そうだし、ゴツメママンボウなので結構活躍してくれると思うよ。確かに冷凍ビーム覚えてるし、フライゴンやトゲキッスとかにも刺さってるな。ならママンボウは確定だな。あと2体どうする？物理型が多いって理由でカウンター持ちのラッキーも連れていこうか。月光ガがダストシュート持ってたらラッキー以外で抜けなくなっちゃうし。ならあと1体だな。気になるのは鉄火民なんだよ。バトンとかされたら全抜きされる可能性もあるな。そうそう、なので天然ピクシーとか連れていこうかな。まあいいと思うんだぜ。それでは先発ラッキー、後ろにママンボウとピクシーで行きたいと思います。それでは、300万のご用意、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行ってこい、ラッキー。このラッキーは進化の奇跡持ちです。お相手の初手は鉄火民、初手鉄火民はバトンの匂いがプンプンするんだぜ。とりあえずここは様子見も兼ねてステロ打っていこうか。まあもしバトン型だとしてもピクシーでなんとか止めれるしな。お相手の鉄火民はやっぱりバトン型っぽいね。まあ剣の前して、そのまま攻撃してくることもないことはないが、まあバトンと見て行動していくか。了解です、じゃあとりあえずステロ巻いてっと。これでリガードンや闇カラスが来ても結構ダメージ与えれそうだな。それでここなんだけど、守る読みでピクシーに交代しちゃう。いや、ピクシー出すのはまだ後でいいと思うんだぜ。とりあえず今はバトン先のポケモンにダメージを与えるべきじゃないか。確かに、じゃあここは少しでも負担かけれるように、地球投げ打っていきます。お相手の鉄火民はもう一度剣の前。タスキもしくはラッキー対面だから安心して積んでる感じかな。まあピクシーいるからいいんだけどね。だがもしピクシーを一撃で倒すようなポケモン出てきたらどうするんだ？例えばダストシュート月光がとか。マリさんくん、ダストシュートの命中は不安定だよね。そうだが。です。は？何が、です、だよ、察しろってか。その通り。バカ言ってないで実況やっていくぞ。ちなみにここですが、やはり月光がが怖いので、バトン読みでピクシー出していきます。なんか迷走してるね。守る打ってくれたので結果オーライでしたが、正直なんで交代したのかって後で反省しました。マリサ、そういう時は、読みが当たったぜイエーイって言えばいいんだよ。私はお前と違って常識はあるんだぜ。じゃあここはムーンフォース打っていくか。そろそろ交代してきてくれないかな。おっと、お相手の鉄火民はバトンタッチ。よーし、これで交代先にムーンフォースが入りそうだね。お相手の交代先は。おお、出てきたのはリザードン。これは最高の対面じゃない？ステロで半分入るし、ムーンフォース2回で落ちてくれればリザードン落とせそうなんだぜ。頼むピクシー、4分の1削ってください。これはまた微妙なライン。でも剣の舞いしてきたってことは X な技だよね。だからもし目がしてくれたら確実に倒せるかも。X になったら当倍だしな。ヨウムがこのピクシーをマジックガードと思って動いてくれるかもしれないしな。お相手のリザードンはメガ進化、そして X、よし、このリザードンの攻撃さえ耐えれば突破できそうなんだぜ。耐えてくれると思うんだけどなー。お相手のリザードンは鋼の翼、まさかの鋼技。耐えてくれるよね。
よかった。ではお返しのムーンフォースでリガードン落としていきましょう。これでリガードン突破だな。しかも鉄火人がバトンで積んだリガードンだし、突破できたのはかなり大きいかな。鉄火人はおそらく問題ないとして、問題は3体目なんだぜ。でもこっちは3体残ってるし、鉄火人に詰ませなければ多分大丈夫でしょ。その鉄火人はステロダメージで瀕死状態だな。それではここはムーンフォース連打して、バトンされても交代先に負担かけれるようにします。お相手の鉄火人は守るか、まあ予想通りなんだぜ。問題は次バトンしてくるかだけど、とりあえずここはもう一度ムーンフォース連打していきましょう。お相手突っ張ってきたな。どれぐらい入るかな。さすがピクシー、言い方さしてるねー。それではお返しにムーンフォース差し上げます。いけー。よし、これで鉄火人も突破。3対1だし、これはかなり有利だね。そして300万円が目の前。お相手のラストは月光が、頼むからダストシュート持ってるとかやめてくれよ。もし持っててもラッキーでなんとかなるでしょ。命の玉けたぐり。もし持っててもママンボウでなんとかなるでしょ。両刀でアクハレンダ。そんな都合のいいことありません。お相手の月光側ハイドロポンプ特殊型ならなんとかなるかも。まあ物理型でも桁振りさえなければラッキーでなんとかなるがな。これでピクシーのお仕事終了。お疲れピクシー、いい働きだったよ。それではここはラッキー出して殴り勝っていきたいと思います。それでは行ってこい、ラッキー。もしママンボウでなかったら、いつもと出てくるポケモン一緒になってしまうが、良いのか。300万がかかってるので仕方ないでしょ。でも安心してください。またこのパーティーで動画出したいと思っています。次は違うポケモンガンガン出していきますよー。ピックとかどんな方なんだ。ピッピの方は教えれませんが、皆さんが予想してる方で合ってると思います。なんとなくわかったんだぜ。さて、ここまで削ってくれたし、最後は派手に決めましょうか。ってことは、打ってほしいというリクエストがたくさんあったし、打ちたいと思ってたんだよね。さあラッキー、いっけー。じゃあ。よし、これで学校も守れたし、300万ゲットだな。それじゃあヨウム、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。